音落語家の露木京です。この福音落語というのをね、皆さんあまり聞いたことないなと思いはると思いますけれども、この福音というのはね、良い知らせ、この聖書的なところからの良い知らせというのが福音で、それを落語にしてますので福音落語ということなんですけれども、このプロの落語家が語る福音落語というのはね、これね、私しかいてないんですね。この日本でということはね、つまり世界でということなんですけれどもね、このクリスチャンの落語家さんというのは現在は今のところ私が知ってる限りでは東京にもうお一人いらっしゃるというのは聞いてるんですけれども、その方福音落語というのを特にやってはれているので、私しかいてないんです。やり始めたのは父であり師匠である露の五郎兵衛がやり始めたわけですけれども、私だけが今それを受け継いでいるということでございます。でこの素人さん、アマチュア落語を、ね、やってはる方とか落語好きの牧師さんとか、そういう方はね、福音落語いくらかやってはる方あるらしいんですけれども、一応このプロがやる福音落語の DVD というのをね、いっぺん作ってみようやないかということでね、誰が買うねんとこうちょっとはてなと思うんですけれども、それはこれを見ていただいた方が、それからそれへとご宣伝くださいまして、買っていただきましたらありがたいなとか思う次第でございましてね、必ず一家に一枚ね、買っていただいて、よろしくお願いいたします。ご宣伝お願いします。聞いたことある、アダムとイブとか、言うの聞いたことある。あそこで暮らしてはんねん、エデンの東で暮らしてはんねん。あれ、エデンの東で暮らしてんのはジェームス・ディーンか。わー、出た。何が出た。ほらダンサー、首をちょっとかしげてね、で目をキューッと細めて恥ずかいなってみ、首をこうかしげて、目をキューッと細めて、何